今日の晩ご飯は鶏の唐揚げです。それではいただきます。今日6日の支出は1163円です。マクドナルド、お昼ご飯、560円で、スーパーで買い物して603円。これはサンディの丸ごとバナナと、あと晩ご飯のおかずですね、唐揚げで603円、合計1163円です。預金残高は741万7598円です。動画ご視聴いただきありがとうございます。ピレンでした。じゃあまた、多分明日、もう今日は撮らない。